子のなにわ男子のブラジー。こんばんは、なにわ男子の高橋恭平です。こんばんは、藤原丈一郎です。いつまでも、うぶな気持ちを大切にあなたの笑顔を届ける、なにわ男子のうぶらじ始まりました。一息でこういうとこ行きたいんですよ。行きました。はい、今週もですね、先週に続いて、客観的に聞いていて、ボケとツッコミの噛み合わせが異常に良い、期待の藤原、高橋コンビでお送りします。ありがとうございます。はい、いいらしい。非常にいいらしいです。嬉しいですね。嬉しいです。ボケとツッコミ、どっちがボケですか？僕、ツッコミです。あ、もうボケた。もうボケた。僕ツッコミです。なんでやねん。あー、嫌なツッコミはい、さてですね、7月から始まった全国ツアーなんですけども、はい、あっという間に宮城と福岡を残すラストスパートでございますね。大阪から始まりまして、はい、まあ、9会場44公演ね、長いですけど、でもやってる時は短いんですよね、これまたね。まあ、最初のね、この大阪と神奈川県の横割り、横浜アリーナで、うん、この2箇所やっただけでもう15公演ぐらいやってた。確かに。だから3分の1ぐらい終わってたからね。そこからもう各会場、まあ3日間ぐらいか、点々として3日間ぐらい行ってっていうので、まあいろいろ行かせていただきましたよね。おいしいご飯食べたり、食べたね。まあ去年はね、なかなかメンバーでみんなでご飯行く機会はなかったけどね。今回は結構行ったよね。ちょくちょく行けましたよね、今ね。愛知では、うん、ちゃんこ鍋食べたり。食べた食べた。美味しかったな。美味しかったね、あれね。もうみんなで食べて、うん、でなんかわちゃわちゃしてしましたね。ご飯美味しかったな、マジで。楽しかったよ。そんな今日の放送ですが、日本放送では内容をギュッと詰め込んだ30分の濃縮バージョンでお送りします。はい、30分でも皆さんにお届けられることが僕にとっては本当に本当に非常に非常に最高ね、最高に嬉しいです。噛まずに言えました。今の気持ちを漢字2文字で、最高。おー、素晴らしい。ただ恭平の今の言い方めちゃくちゃカタカナやったな。最高ってさあ、各ネット局では通常通り60分でお届けします。というわけで、今週もウブな気持ちを忘れずにお送りしていきましょう。さあ、ここで1曲、11月15日水曜日にリリース、なにわ男子6枚目のシングルです。道枝駿佑出演の TBS 系火曜ドラママイセカンドアオハルの主題歌。まあこちらもね、なかなかピュアな感じで。どんな感じですか、恭平さん。マイセカンドアオハルですか、はい、いや、もうピュアです。ピュアな涙にしてる。ピュアな涙ね、はい、のようなドラマです。ドラマですか。曲の話してるんですよ今。全然着地点が変わるんですけど、あの主題歌です。まあこちらの方もね、エールソング、そしてラブソングとなっておりますので、はい、皆さん楽しみにしておいてください。それではいきます。なにわ男子で I wish。 今日の担当は高橋恭平、藤原丈一郎です。なにわ男子のうぶらじ。ウブラジ伝言版、なにわ男子の大西流星です。大橋和也です。スタジオにいるメンバーへの伝言ですが、もうすぐハロウィンということで、早いですね。いよいよハロウィンでやってみたい仮装とかはありますか、ということなんですけど。やってみたい仮装。仮装ね、雑誌とかでもさ、仮装させてもらうやん。やっぱ唯一俺してないのが、あの包帯ぐるぐる巻き。ああ、ミイラゾンビ的な、なんかそんな感じの骸骨系、骸骨系のやつをちょっとやってみたいかな。ええー、なんかそういうちょっと憧れはあるね。聞いた今。流星は、俺はデーモン閣下さん。デーモン閣下さん、はい、やってみたいですね。あれもうだってデーモン閣下さんって光と影をメイクで表現するなんか天才だと思ってるので。ああー、なるほどね、はい、やっぱなんか僕も影入れすぎるとデーモン閣下みたいなちょっと影入れすぎる時があるから、ちょっとそれならなんか張り切ってできそうやな塗りすぎがちょうどいいもん。そうそうそう、なんか行き過ぎたメイクやってみたいな。あ、なるほど。したことないんや。まだしたことない。なんかハロウィンいいや。なんか YouTube の企画とかでもできそうやしさ、ね、自分で企画して一回大ちゃんのさ、機械自慢の企画で仮装したよね、うん、みんなで。ほんま怖いやつやった。あの時もちょっとメイクとかもしましたけど、うん、それやってみたいね。楽しかったからね。皆さんでハロウィン楽しみましょう。以上、大西流星と大橋和也でした。じゃあ流星、そのデーモン閣下として一言お願いします。どうもデーモン閣下です。みんなも閣下閣下せず楽しく過ごそうや。バイバーイ。デーモン閣下でしたいやー、皆さんデーモン閣下さん分かってんのかな。ね、突っ込まなかったですね、今回も。デーモン小暮さん、あ、ただよ。デーモン小暮さんって言った瞬間よ。おー、
ねえ。いやもいやあんまデーモンさんっていう仮装したいっていう人おらんぞとか。なあれ別に仮装してるわけじゃないぞ。そう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 。っていうツッコミやねんけど、ああ流星もあれ思ってるツッコミけへんな。ねえ YouTube とかでねできたらねえって自分で話変えていくっていうね。でも今回はまあ前回よりは頑張ってたんじゃない。頑張ってました。流星さんは。流星さん。流星さんの相づちで機嫌がわかりますか。わかります。ちょっと序盤ね、っていう、ね、あのあまり気持ちがこもってない斜め上のやったもんな相づちが。あれ今回はハロウィン。はい。まあ今月ハロウィン。10月31日ハロウィンですよ。ね、仮装あります？なんか。俺ね、ハロウィン、まあ、大橋さんは、唯一してないやつが、包帯ぐるぐる。ミイラってことか。他は全部してるらしい。そうっす。全部やったらしいです。マイキーとか。マイキー？うん。リベンジャーズ。ああ、リベンジャーズね。そうそうそう。あ、いや、違う。俺やっぱバキやわ。出た。おい、脱がなあかんぞ。はい。で、ほな、俺、裕次郎？お前やん。おとん？お前おとんやん。髪型赤くしてさ。うん。ハンマ仮装はやばいって。ハンマ仮装、背中鬼描いてさ。やばいって。で、大悟は北斗の剣やってもらう。全員上ラ。絶対寒い。いや、楽しいな、そういうのも。まあ、ハロウィンはもう何でもいいからね。うん、まあ、皆さんもなんか、仮装するなら、なんかこんなしてみたいとかあると思うので、はい、ぜひ。まあ、でも風邪はひかないでください。ね、風邪ひかない程度にしてみてください。はい、ここからは近況投稿の時間です。ジョー君お願いします。はい。僕、ちょっとお仕事で、ボストンの方に行ってまして。素晴らしい。ボストンに行って、まあ、今シーズンからレッドソックスに加入した、はい、吉田正尚選手に会いに行くという。もう弾丸でしたよ。はい。で、レッドソックスの球場、フェンウェイパークって言うんだけど、もうそれはね、メジャーの球団の球場の中で一番古いね。一番古い球場に行って、そうね、もうすっごい感動。で、アメリカ人もやっぱすごいのよね、テンションが。うんうんうん、もう俺がこう、吉田選手のユニフォーム着てたら、吉田みたいな。で、もちろんグッズとかもいっぱい買って、はい、メンバーにもお土産買おうと思って。お今日持ってきました。あ、そうす。で、京平にもお土産。はい。しっかりと。まあ、レッドソックスっていうことは、ソックス、靴下ですよ。はい。こちら、靴下、あげます。ありがとうございます。なんて書いてますか？フェンウェイパーク。そう、さっき言った球場。球場の絵が描かれた靴下です。確かに、すごい細か、ちっちゃ。もっと嬉しがって。ちょ、みたいな。靴下嬉しいとか、お土産ありがとうございますとか、あるやん。何普通に見てさ、あ、靴下か、みたいな。ありがとうございます。ちょ、思ってたのと全然ちゃうねんけど。え、何すか？靴下。すいません、ありがとうございます。急に後輩感出すよ。ありがとうございますって。すいません、ありがとうございます。で、めっちゃ買ってお土産俺。めっちゃ買ったんや。めっちゃ買った、自分にもな。一人でもめっちゃ。そのボストンって、ボストン大学もあって、もう一個。ハーバード大学もあんねん。うわ今来てるって言ったでも。そう。俺、ハーバード大学入られへんかってんけど、門まで行って、ハーバード T シャツだけ買って。で、あの、でかかったもん。いや、門もすごいよ。門もすごいよ。うん、すごかった。もう、ハーバード大学自体がすごいよ。すごかった。やっぱね、頭いいやろうな。もうわかる。どのぐらい頭いいか分かる。俺のさ、あの、ハリーポッターのあの、あのぐらいすごいっすって。あれは魔法学校やから。あ、違うか。帽子被る系のやつやな。それ卒業式の時のやつだ。あ、そっか。みんな帽子投げるやつ。で、ハーバード、うわ、すっげえと思って。で、空港でハーバードの T シャツだけ買って。空港で買ったんや。そう。で、今日着てきた。ハーバード。で、やっぱボストンって日本人の子も留学で行ってるわけよ。あ、そうなんや。で、結構日本人の子もって。うん、うん。そしたら日本人の子が、ハーバードって書いたパーカー着てて。なんかアメリカって、大学の、あの、例えば、ボストンユニバーシティとかのパーカーを着たり、うん、その大学のパーカーを着るらしいねって。したら、ハーバードって書いてたから、俺もうハーバードの大学通ってる日本人に会えるってもう嬉しいやん。うん、うわハーバードって言ったら、はいっつって、え、日本人はい、日本人ですっつって、え、ハーバードって言ったら、はい、ハーバードですすげえっつって、え、どのぐらい通ってんの、あ、通ってないんですこれ日本の GU で買いましたっつって、GU とのコラボのハーバードやってん。テンション上がってみんなハーバード言うててんけど。全然違かったな。そう。あーと思いながら。ややこしいよな。ややこしいな。確かに、ボストンでそれ着られるとな。うん、バリバリ関西弁やったしかでも嬉しかったよ。初メジャーで。ね。嬉しかったわ、アメリカ行って。全然違ったんでしょ？そう。でもバリバリ英語喋ってた。喋れた英語覚えた？なんか。もうバリバリ。行く前めっちゃ練習してたもんな。そう。入国審査バリ緊張した。間違えたりとか怪しまれたら、うん、なんか別室に行かれるわけよ。
もう緊張してるわけ。でも笑顔で行った方がいいから。うん、はい、っつったら、もうすごいよ。はい。パスポートプリースって言われて、その瞬間に中川家さんのネタが出てくるわけ。なぁ、パスポートプリースって言われて、いや、パスポート、here you are つって。で、めっちゃすごいため息で俺の顔見てくるんだよ。何も言うのにってなんか言ってね、めっちゃ声ちっちゃい。体でかいのにめっちゃ声ちっちゃい。言いはる、そういう人言いはるな。ワンモアって言って。よしよしって。わからんけど、とりあえず一発目はサイトスイングって答えるみたいな。うん、なんかそういう系かなと思って。なんかいろいろなことを聞かれるわけ。何言われんやろうなと思って。で、自分の中で英語を言うわけよ。で、その後もなんか、何しに来たとか。で、ホテルはどこだとか。いろいろ言われるわけ。そう。で、挙句の果てにはなんか俺指紋取られてさ。え？指紋、全指。フィンガー。あは。フィンガー。いや。親指のフィンガー。で、次。なんかもう一個、みたいな。うん、で、もう一回親指やったら、な。な。って、なんか4ってやられた。ああ、オッケーオッケーオッケー。で、右手のフィンガーやった後、次。なんかもう一回カモンみたいに言われて、何と思ったら、次、違う指も全部指。なんか指紋取られて全フィンガー全フィンガーオールフィンガーオールフィンガーで別室絶対行かれるわと思ったら最後めっちゃ真顔で3秒俺見つめてHave a nice day って言ってめっちゃ怖かったやばいなでもなんか行けたなんかそういう人自分のペースありそうやななんかそうはい、それでは番組はまだまだ続きますなにわ男子のなにわ男子のウブラジをお送りしています。続いてのコーナーです。高橋恭平って本当は賢いんじゃないの？来ました。いや、本当タイトル言った後で申し訳ないんですけど、はい、賢くありません。いや、いな、いな。高橋恭平は賢いんじゃないのかというのをこれは見せつける企画なんです。いやいやいや、賢くないでしょ。いな、いいなって何よ。なにわ男子の頭脳を目指す僕高橋恭平が学力の向上を図る企画です。大丈夫、逆にバレるで。いいな。何それ。僕が知らなそうな雑学やクイズを送ってもらってます。恭平が知らなそうなじゃないよ、恭平ほぼ知らんのよ。いいな。何やそれ。はい、いきますよ。お願いします。いけますか。余裕です。俺らの心の拠り所、千葉県の保険の偏差値さんからいただきました。はい、問題。だる。1年で一番最後の祝日である11月23日は何の日でしょうか。わあ、こっち系か。まあ俺11月23日、あ、これってわかる。まあいっぱいありますよ。なんちゃらの日っていうのあるじゃないですか。これあと人に出す問題、出す人にもよるんですよ。あの、難しくなる、簡単になるって。結構ヒントを結構甘みに出してくれる人と、はいはいはい、あと回答権を何個も何回もくれる人、はい、それはもう、さじ加減なんです。違うよ。だってもう、頭脳派目指すんやったら、こういうのはもう、この喋りいらんのよ。ん？もう、あ、わかりました。え？なんだこの日でしょ？正解。さすがですね。じゃあ、続いての問題っていきたいんだけど、一問目からもう、はい、つなごう、つなごうか。わかりま、こんな日、なんだけど、なんか毎回、なんか問題出す人に甘えてるらしいですね。じゃあ、甘えてないです、甘えてないです。いやいや、もう言ってよ。何個か出てるんじゃ。子供の日。はい？子供の日。ファイナルアンサー。敬老の日。違う、ファイナルアンサーが聞いてんねん。俺のそのさ、顔を伺って帰るのやめて。くそ、一番難点な人と当たったな。難点な人って。一番嫌かも、ジョー君。で、ヒント言いますよ。うん。漢字4文字。え、日のいぞいてってことやんな。そう。何、何、4の日。そう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 。ふん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 の日。って言ったらもうこれわかるでしょ。敬老やん。え？ケイロの日。ケイロみたいなのあったっしょ？それも、ケイロウって全部一文字で漢字だと思ってるの、うん、違う。あ、漢字やった場合もあるのか。え？漢字やで？あ、漢字？漢字4文字。うわ、待って、何それ。あ、わかった。春夏秋冬の日。いつやねん。ちょっと待って。いつやねん、春夏秋冬の日って。春夏秋冬を味わえる日か。あ、なかったか。待って、え、スポ。最初の文字、キ。起死回生。絶体絶命の状況で。そう、起死回生の日。起死回生の日。皆さん、今日起死回生の日ですよ。今がチャンスです。みんなも外に出ようって。いや、別に起死回生がさ、外出ようじゃない。あ、違う、それ高校生やった。めんどくさ。むず
むずいわ。待って、4文字やろ。木やろ、うん。木。おい、答え見ようとすんなや、今。ハーブルニーバー置いてたやつなんか。え、なんか答え、え、って言った瞬間、目が一瞬俺の神の方行って。それは考えすぎ。木。木。木。金。金。金工場の日。金工場の日。今日金高いらしいで、って。マジでって。え、マジ今日金高いんや。え、お前絶対その金のさ、あのネックレス売った方が今日いいで。って。やんな。年に一回もんな。金工場の日やもんな。もうちょっとでも待っとこうかな、みたいな。うん。その日。違います。表現してください。え？ジェスチャー。え？もうリズムいくで。うん、金、ふん、ふん、ふん、日。勤労感謝の日。成功。わーい！いやいや、違う違う、リズムで当てるゲームちゃうねん。なんで当たんねん。だって俺、ごめんなさい、この言葉俺知らないです。知らんけどリズムで当てれたんすごい。リズムで当てました。勤労感謝の日、うん、金工場の日とかさ。しゃさあ、それでは続いてです。お、メガネかけた。メガネかけたけど、それ前髪を上げるためのカチューシャ代わりにしてる。はい。それメガネの意味ある？あの、前髪長い、長いとちょっとバカになっちゃうんですよ。あ、なるほどね、はい、前髪を、顔を出すことによって。さあ、それじゃあ続いて、はい、ラジオネームかりんとうさんからです。はい。琵琶湖を泳ぎ切ったかっこよすぎる高橋くんならわかるはず。海と湖の違いは？浮くか浮かないか。違います。え、だって潮がある。まあ確かにね、塩素みたいな、塩素入ってさ、海ってもっとちゃんとした理由があるんですよ。違い。え、もう一番分かりやすいんじゃない？もうこれが一番の理由。塩ある、塩、塩っ気あるかないか。一緒や、さっき。言い方変えただけや。え、違う違う違う。海想像して。日本地図で海。あ、分かった。お、海は広い。はい。湖は限定されてる。あー、もっと、もっと言い方変えて。海は広大。ちちちちその言い方じゃないねんって、さっきから。海は自然なもの。いえ、琵琶湖。何あれ、人工的に全部作ったの。違うか。もう、単純。大きい、ちっちゃい。いやー、違う。ほら、琵琶湖想像して、日本地図の琵琶湖。はい。はい。海は、めっちゃ広いんですよ。はい。琵琶湖は横。横？え、どっから見て横になるん？え、だってあの、一滴の時のなんか横断するっていう地図なんかさ、ビョーンっていう。それは拡大してくれてんだよ。あ、そういうことか。琵琶湖だけを。あ、そっか。あれがもっと広がったら分からへんわ。違い、もうシンプルです。もう答えはですね、はい、海と繋がっているか、陸によって切り離されているか。海から完全に離されている場合は、湖。だから琵琶湖は湖なんですよ。日本地図見て、覚えてください。ほら、パッて今覚えました。覚えました。そしたら琵琶湖だけ、ほら、もう、滋賀県の中にあるじゃないですか。確かに。ね、海はもう全部。全部ある。繋がってる。で、一緒ってことね。ん？あ、違う、ごめん。誰と喋ってた今。今一人で。今誰と喋ってた？ごめんごめん。あの、一人ごと。一人ごとよかった。ごめんごめんごめん。残念ということで。そっか。そういうことか。で、俺の浮くか浮かんかっていう違いって。違います。そういうことじゃないんですよ。そういうことじゃないんか。泳ぐ人からするとそういうことを気にしちゃってたから。違う、もうシンプルなんですよ。そう、海と繋がっているかどうかっていう。繋がってないんか。そうそうそう。こじ、まあ、いわばこじんまりしてて。こじんまりして。でっかめなやつだったらもう湖です。いや、要するに1も2も全部惜しかったっちゃ惜しかったってことや。勤労感謝の日はマジでファインプレーやと思うで。でしょ？リズムだけで言ったもん。でしょ？勤、ふん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 。勤労感謝の日って。すごいわ。やった！これ賢いうんぬん、もう当てずっぽいもんな。やめてください。そういう人はもう本当に問題出さないでください。もう上級クリアです。はい、以上、高橋恭平って本当は賢いんじゃないのでした。今日のメンバーは、高橋恭平、藤原丈一郎です。なにわ男子の、メッセージボックス。落ち込んでいる自分に元気をくれた言葉、勇気が出なくて伝えられなかった言葉、スマホやパソコンのメッセージボックスにある心に残る言葉はありませんか？なにわ男子と俺らの心の拠り所のみんなであなたの胸に残ったメッセージに寄り添います。名前、ほかほかかほさんからいただきました。私は現在32歳です。先日実家に帰省した際、学生時代のものがたくさん入ったケースを見つけました。中を漁っていると、偶然ひいおばあちゃんからもらった手紙が出てきました。それはおそらく私が昔学校の行事か何かでひいおばあちゃんに宛てた手紙に対する返事だったようで、手紙にはこう書かれていました。
お手紙ありがとう。ひーばあちゃんもデイホームで頑張ってます。ますます頑張ります。千代85歳です。もうすぐ86歳です。最高です。バイバイ。年を取ることに対して最高ですとコメントを残してくれるひーばあちゃんにくすっと笑いがこみ上げてきました。年を取るごとにいろいろな挑戦をすることに対して尻込みをしてしまう自分をもったいないと感じました。私も85歳になった時最高ですと胸を張って言えるよう今できることやりたいことに自信を持って突き進んでいきたいと思いました。いいね。なんかもうさらにこうアナログな感じでこう手紙ね。でしかも残ってて偶然見つけるっていうのがいいよ ね。それを見るたんびに頑張ろうって思えるもの、うん、で実際にねこうひおばちゃんが書いた文字だったり、うん、そういうのも手に取れるから、うん、もうそれも嬉しいね。なんか元気になれるしね。最高ですって言葉がね、そこにやっぱ千代かほさんも言えるように頑張ろうと思えたってことで楽しんで人生を送ってほしいなって思います。今夜もたくさんのお便りありがとうございました。エンディングでーす。いやーなでーすやったな今。すいません。さあここからはなにわ男子からのお知らせです。11月15日水曜日にリリースされるなにわ男子6枚目のシングル I Wish も皆さんどうかよろしくお願いします。その他詳しい情報は僕らのオフィシャルサイトでご確認ください。はい。というわけで今週はいつもより放送時間が短い30分の短縮バージョンでお送りしました。濃縮バージョン。はい、濃縮バージョンです。濃縮バージョン。どうでしたか。いやもう楽しかったです。やっぱり楽しかったですか。やっぱりもう60分もいいんですけど、逆にこう30分でこう時間が限られてる中でどれだけの素晴らしいことを皆さんに伝えれるのか、そういうところがもうこう30分にいっぱい詰まっておりました。すごいペラペラ喋るね。そう、今の気持ちを漢字4文字で四季折々。意味わからん全然。まあでもそれだけ感情が豊か。そう、あの老若男女。全然関係ない。はい、なにわ男子のブラジオお付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は大志京平と藤原丈一郎でした。バイバイ。